講師、藤沢典正さんです。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これしたい。何度もスタジオでご披露いただきました。あのプイプイさんは僕がデビューして初めてここで歌わせていただいたんで、本当にいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。今日は召し上がっていただいて、はい、ひろみさん、おめでとうさん、ニューアルバムが明日発売になります。シングフォーユーというもので9月5日水曜日、明日の発売となっております。これはどういう、今回その2人というのをテーマにしまして、今までのポップオペラに加えてですね、僕のオリジナル曲とかですね、あとはカバーの You Raise Me Up とか、あの荒川静香さんがオリンピックで稲葉の、あの曲の時の曲とかも入ってますね。はい、ぜひ聴いていただきたいな。大切な人と一緒に聴いてほしい一枚になってます。まず大切な人を探したいと思います。そしてこちらのコンサートはいかがでしょうか。 Sing for You、 12月の15日土曜日16時午後4時から大阪森の宮のピロピンホールにて開催されます。はい、でこちら父ちゃんぷいぷいの特別予約電話番号があります。行きたいわという方、こちらに電話してください。0570-084-655、 0570-084-655、 お一人様4枚までとなっております。午後7時までの受付です。おかけ間違いのないようにお待ちください。さあ、それではこの藤沢典正さんをお迎えいたしまして、藤沢お願いします。今日のお料理はこちらです。サクッとふんわりゴーヤのかき揚げ、揚げるだけで苦み柔らか、お肉も入れてボリュームたっぷり、メインのおかずになる一品、ぜひお試しあれ。ということで、教えてくださるのは福島ルナンの横田邦弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速教えてください。はい、そうですね、まずは主役のゴーヤなんですけど、半分に切りまして種をきれいに取った状態ですね。はい、この白いのもね、若干残ってくれても大丈夫なんですけど、はい、でこちらの方をですね、はい、薄くトントントン、暑さ対策でゴーヤのカーテンなどをで、まあ切り終わって、はい、さあちょっと塩もみしたりはするんですけど、今日は揚げるんでね、揚げると苦味もうまく抜けるんで、ある程度は、そのまま、はい、このまま使っていきますので、でこちらと一緒に合わせていくのが今日ひき肉ですね。鶏のミンチですね。鶏ミンチ、はい、で鶏の臭みを抜きますからね。で、あと片栗粉ですね。はい、車ではカッコつけたくてもミンチは安いのを選びたい。まあ、そうだ、男の微妙なね。そうだ、みんなそれで昔シャケ弁な、シャケ弁食べてやな、会社の取ってる。ね、そんな若い子もあったよ。そうですか。北海道ではゴーヤってそんな、僕でも個人的には好きですけどね、なんか喉にって聞いたことがあるんで、喉に、違う、でもピロティホールゴーヤ差し入れしましょうか。ゴランゴラン言って、ケンサジにいっぱいありますからね。ケンサジになってるのは倒れてますけど、こんなちっこいやつミンチが割ったところに、はい、ゴーヤ入れまして、これも軽くも合わせてもらえれば、これで具材が完成ですね。早いな、はい、よいしょ。いつもは炒めるばっかりなので、ね、今日はぜひ揚げてみてもらって、はい、そうですよね、ゴーヤといえばここ、はい、ゴーヤもらって、はい、ここにお水を、今日は卵を使わないんで、はい、これだけでベーキングパウダーを入れることによって、よいしょ、ココナの上、そうですね、で打ち粉していきます。これ小麦粉でいいんですね。小麦粉でいいです。これはこの辺から子供が手伝ってくれそうで、あ、楽しそうですね。ね、いいですよね。はい、でこれにちょっと軽く打ち粉をパンパンと、はい、つけまして、軽く粉をつけて、はい、先ほどの衣の中に入れて、ちょっと硬いぐらいの感じなんですけど、これが塩梅に、塩梅にね、はい、でちょっと低温でね、170度ぐらいでじっくりと揚げてもらうことによってひき肉にも火が通りますし、でこの苦味がね、嫌な苦味が、揚げると抜けるんです。抜けるんです。だから春先のね、山菜なんかも低温でじっくり揚げると、そうですよね、苦味が抜けて塩梅のこう、そうです、はい、食べやすくなります。そうです。藤沢さんは料理とかされます？たまにします。パスタとか好きなんで、あ、やっぱりなんか似合ってますか。あ、そうですか。おしゃれだね、雰囲気がね。でもあのオクラを最初オクラのパスタ作って、あの切って茹でたんですよね。あ、
料理音痴みたいな感じ、切ってるから、お湯がずずないですね。だから出ますね、湯になっちゃうんで、あれは丸のままで。でもゴーヤってパスタに合いますかね。合いますね、これは。お、やってみよう。はい、油と相性がすごくいいんで、ペペロンチーノみたいな感じで。あ、美味しそう。で、あとこちらのお出汁ですね、天出汁を作っているんですが、もうこちらカツオ出汁に、もうお好みで大血の森で火を消しました。うわー、危ないですよね。いや、本当に怖かった。なんでこんな穏やかに天ぷらが出来上がるのよ。爆発するもんですか。しますね、これから爆発。楽しみ。お、そうなんですか。個人的にあんまりゴーヤ好きじゃないけど、これ全然大丈夫です。いただきます。ゴーヤピーマンの友達だと思ってるんです。今の名前やね。先生、子供ですね。中に嫌いなものはなきゃいけない。子供ですね。この国に第二次世界大戦が終わるまで、あのピーマンはないんですよ。まだおっしゃってる。あ、全然ゴーヤの香りが。ね、ない。本当だ。そんなのあるよ。はい、まあ、これは食べられる。うん。藤沢さん、いかがですか。僕あの歌手なんで、ちょっとこの味を歌で表現したいと思います。美味しいでーす。ありがとう。すごいわよ、通る。すみません、なんか筒スイッチが入ったとか言って。いや、歌いたくなるんですよね。ああ、そうですね。お笑い芸人みたいな。声の道が見えたような感じ。すごい声。すごい声ですね。すごい声やわ。ただボリュームっていうのとは違うゴールがあって、さすがのプロでございます。さてさて、まあ、皆さんにも召し上がっていただきながらですが、地元そして笑顔ということで、皆様からお写真をたくさん寄せていただきました。ありがとうございます。では、そのお写真をですね、この時間に皆様にご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。